どうも、皆さん、こんにちは。チャクスです。本日はですね、一週間のね、細かいニュース、ホテル、航空会社、キャッシュレス、まとめてね、紹介していきたいなと思います。 はい。ということで、早速ね、内容に入っていきたいなと思います。ユナイテッド航空マイレージプラスね、また改定が入りまして、もうしばらくね、ユナイテッド航空マイレージプラスは安定するまでね、ちょっと動画作るのね、やめようかなと思っておりまして、まあ3日、4日、3日連続ぐらいでね、改定がありまして、このね、国内がね、急に12,500まで上がったりですね、このね、成田。 韓国路線がね、急に5000マイルまで下がって、翌日には12000に上がったりね、しておりまして、最終的な着地としては、今現時点はこのマイル数でね、発見することができております。ですので、えー、成田からね、韓国路線も5000マイル、関西からね、韓国路線も5000マイルで利用することができるんですけども、まあ、正直これもね、いつまで続くかわからないですし、まあ、今後変わっていくかもしれないということですので、ひとまずですね、しばらくね、えー、安定するまでね、ちょっと様子見て、またね、安定していく 一ヶ月ぐらい経過したらですね、マリオットのね、ポイント交換先まとめと一緒にね、動画出したいなと思っておりますので、ひとまずね、マイレージプラス保有されている方は、できるだけね、早めに発見しといていただければなと思います。このね、国内もね、先日12,500まで上がったりいたしましたので、まあ、このユナイテッド航空マイレージプラスね、知ってる方多いと思いますけども、キャンセル変更無料になりますので、ぜひね、このタイミングで予約ね、とりあえず入れておくのがね、おすすめっていった形になります。で、今、 のね、最終的な着地として、今まで利用できてて、利用できなかったっていうのはですね、乗り継ぎ便がね、必要マイル数が上がっております。今までね、こういった羽田から福岡を経由して、那覇みたいな。まあ、こういったのがね、あの、同じマイル数で利用することができてたんですよね。こういうのがね、今現時点ではできなくなっているっていう風になりますので、まあ、これがね、ちょっと改定として今入って、 運用されているわけなんですけども、これも今後ちょっとどうなるかわからないですけども、今現時点はこんな感じっていうふうになっておりますので、このね、乗り継ぎ便が必要マイル数多くなったっていう点と、えー、今ね、片道国内5000マイル、えー、羽田な間に関して8000マイルとかね、えー、こういった感じで利用することができているっていうふうになりますんで、えー、予約ね、できるだけ早くね、えー、取っといていただければなぁと。 思います。えー、それでは次にですね、楽天カードですね、解約が来ております。カードご利用獲得ポイントの還元率は異なるご利用先ということで、2024年8月1日より変更と対象になるご利用先ということで、今後ですね、保険料、携帯電話のご利用料金、携帯料金、ガスサンバレーも含む NHK 放送受信料ということで、こちらのね、還元率が下がります。今現時点でもですね、この公共料金ですね、電力、ガス、水道、あと税金、 とかね国民健康保険料とかね、ここら辺に関しては、えー、500円に1ポイントということで、非常にね、還元率が悪いわけなんですけども、えー、これに加えてですね、200円のご利用につき1ポイントということで、2028月1日からですね、0.5%還元に落ちます。それが保険料、携帯電話、その他楽天エディチャージとかね、ここら辺もま還元率が下がるっていう風になりますので、楽天カードをメインに使われている方は、ぜひね、覚えておいて、 ください。それでは次です。えー、こちらはね、あの、リマインドというか、ぜひね、確認していただきたいんですけども、えー、こちらありましたよね。マルエツカードのポイントサイトの案件で、その後ね、チャージしていただくと、最大1万ポイントがね、取れる、えー、キャンペーンだったんですけども、私はね、何回かチャージし忘れちゃってね、えー、6000ポイントしか取れなかったんですけども、ポイントサイト経由でね、マルエツカードね、発行された方で、えー、毎月確か3万円だったと思いますけど、チャージしていただくと、えー、合計ね、半年ぐらいで、えー、1万ポイント。 取れるキャンペーンがあったんですけども、まあ、それのねポイントを無事付与されましたので、皆さんもね、ぜひこちらチェックしてください。で、次ですね、ウェルシアカードをお持ちの方、新お得なサービスということで、とうとうね、こちら先日より開始になりました。ウェルシアで、ウェルシアカードで支払っていただくと、 10%ポイント還元ということで、200円ごとに20ワンポイントがね、獲得することができます。非常に強いですよね。ぜひね、ウェルシア、基本的にね、あの、医療品とかね、まあそういうものは、ウェルカツでね、購入されている方非常に多いと思いますし、またね、普通に、あの、そんなにね、安いお店じゃないんですけれども、あの、食料品に関してはね、非常に安いということで、まあ私はね、ちょっと卵がね、あの、スーパー高くて、ウェルシアの方が安いんでね、まあ今後はね、 あの、ウェルシアで卵をね、この10日に買いに行きたいなという感じで利用させていただきました。こちらね、このカード持ってないとね、利用することができないんですけども、以前にね、このウェルシアカードもね、ポイントサイトの案件で持ってる方いらっしゃると思いますので、毎月10日ね、ぜひこちらね、5月1日からスタートしましたので、利用ね、していただければなと思います。 それでは次にですね、こちらは朗報です。こちらね、京浜急行電鉄と、あとね、都営地下鉄もね、同じプレスリリースがね、まあこういった感じでね、出ているわけなんですけども、とうとうね、羽田空港を含めた鉄道のですね、タッチ決済が、 え、始まるということで、一応ね、開始時期はね、2024年内みたいなんですけども、羽田空港からの帰りもですね、スイカじゃなくて、クレジットカードのタッチ決済でね、今後利用することができるっていうふうになりますんで、これはね、非常に楽しみですよね。 一応大正駅はね、羽田空港第1、第2、第3、その他っていう感じにはなるわけなんですけども、Visa, JCB, Amex, d ダ n a s Discover とかね、ほとんどの、えー、ブランドが利用することができて、マスターカードだけね、ちょっと今後追加予定みたいなんですけども、まあ Amex もね、利用することができるようになるということで、今現時代確か京急ってクレジットカード使えなかったと思いますので、これはね、非常にいいですよね。ぜひね、開始になったらね、使ってみていただければなと思います。 それでは次にですね、ちょっとでもね、副業されている方、まあメルカリで物を売ってますとかね、まあそんな方でもね、いいと思うんですけれども、JCB カードビズゴールドっていうね、クレジットカードがポイントサイトの案件でえポイント上がっております。こちらね、今新規入会キャンペーンのえ公式キャンペーン、プラス初年度年会費無料キャンペーンやっておりますので、まず発行するだけで1万8000分のポイントがチョビリッチから 取ることができます。こちら私ね、以前持ってたんですけども、このカードですね。公式のキャンペーンがね、こういった形になっておりまして、JCB カードビズ新規入会キャンペーンということで、最大ね、5万円分の Amazon ギフト券がね、もらえるんですよね。こちら、えー、入会して、えー、翌々月までに10万円以上利用していただくと、Amazon ギフト券。さらに、12ヶ月末までに一掃利用の利用していただくと、えー、さらに Amazon ギフト券ということで、こちらね、ゴールドカードでも一般カードでもね、キャンペーンやってるんですけども、今回ね、ポイントサイトの 案件で出てるのは一般カードもちょっとねポイント少ないんでできればねえゴールドで発行していただければなと思うんですけども10万円利用していただければ天城比1万5000で200万利用していただくと2万ということで合計3万5000もらえるんですよねすごいですよね で、このね、10万とかね、200万とかね、利用しなきゃいけないんですけれども、このね、JCB のクレジットカードっていうのは、ギフトカードもね、購入することができてですね、私ね、このカード持ってるんですけど、ちゃんと3540から、ね、始まってるえクレジットカードっていう風になっておりましたので、JCB カードビズもね、こちらえ、購入することができると思いますので、この案件ね、非常におすすめ、1万8000円ね、初年度年会費無料でもらって、さらにね、まあ10万でもね、1万5000分のアマゾンギフト券もらえますので、 合計で3万3000ですか取れますので、こちらね、ぜひ、えー、概要欄に、ね、載せておきますんでえ、チェックね、していただければなと思います。 それでは次にですね、水ホレットリニューアル J コインペイボーナス還元祭コラボキャンペーンということで、こちらね、J コインペイっていうペイサービスと、え水ホ銀行の水ホレットのね、リニューアルのキャンペーンっていった形になります。水ホ銀行のね、口座を持ってないとね、参戦することはできないんですけども、水ホ ANA マイレージクラブカードね、持ってる方非常に多いと思いますので、まあ、そちら持ってればね、利用することができて、最大30%還元で利用することができるんですよね。 でこちら、今までね、J コインペイ使ってた方ね、いらっしゃると思うんですけども、まあ、そういう方は2万円利用していただくと、20%還元で4000円分。で、初めて、ね、利用される方は、2万円分で30%還元でね、利用することができるということで、こちらね、非常におすすめです。期間は2 0 2 0年5月の9日から4月の9日。で、対象は全加盟店での決済。 決済利用アプリ内の請求書払い機能からのお支払いということでこちらね 書いてある通りですね、請求書払いもね、OK っていう風になりますんで、え税金等の支払いもねえ、OK っていう風になりますんで、これはね、非常に強いですよね。まあ、上限は2万円までということで、そんなにね、上限高くないんですけども、まあ、今回のキャンペーンでね、2万円利用していただければ、既存の方は4000円、新規の方は6000円取れちゃうっていう風になりますんで、こちらね、ぜひねえ、持ってる方は利用ね、してみていただければなと思います。一応ね、抽選で100名様に、1万円のね、J コインペイボーナスもね、もらえるキャンペーンもやっているみたい で、すのででチェックしてくださいで一応ね、キャンペーンのね、対象外商品がね、こちらに記載されておりますので、まあ、これ以外のところであればですね、こちらね、請求書払いがね、対象になっていますので、これはいいですよね。それでは次にですね、先日ね、動画出させていただいた百貨店ギフトカード、こちらね、やっと対象のカードがね、わ、えー、かりました、えー。私はですね、動画撮った時には、ヒルトン、アメックスとデルタ、あと ANA がね、対象できておりまして、その後ね、アメックスのプロパーカード、 グリーンとかゴールドゴールドプリファードプラチナとかねそのビジネスカードもえ来ましたそれはね時間差でメールが来ましたのでまあとりあえずそれはね全て対象ですでまたねスカイトラベラーも対象ですし で、今回のキャンペーンなんですけども、対象外をね、ちょっと聞いてみたところ、マリオットアメックスカードありますよね。こちらだけ対象外っていう風になりまして、まあ、それ以外のカードだとえ、コーポレートカードもね、対象外なんですけども、まあ、コーポレートカード持ってる方少ないと思いますんで、ひとまずね、マリオットアメックスカード以外であればですね、キャンペーン対象っていう風になりますんで、今回ね、3%オフでね、この機 百貨店ギフトカードね、購入できてしまうっていう風になりますので、もしね、利用されたいっていう方は、ぜひね、こちらね、チェックしていただければなぁと思います。一応ね、メールが来てないよっていう方は、カード裏面のね、アメックスのデスクに電話してからね、利用するようにしてください。多分ね、全員対象って言ってましたので、多分全員対象だと思うんですけども、購入してからね、対象外ってなるとね、あの、もったいないですので、 この点チェックしてからね、購入してください。それでは次にですね、こちら羽田空港、日本空港ビルディングのプレスリリースなんですけども、第1ターミナル、羽田空港のね、第1ターミナルの北側サテライト施設、2026年夏頃、開始に向け着工ということで、プレスリリースが打たれております。こちらね、ちょうど1年間ぐらいかけてね、工事するみたいなんですけども、北側のね、サテライト施設がね、こういった感じでできて、連絡通路をまたね、橋とかもできるみたいですね。 パラップではないのかなちょっとわかんないですけども、まあこういった感じでですね、工事が開始になって、完成はですね、2026年の5月末頃ね、予定しているみたいですので、 これはね、ちょっと楽しみですよね。北側のサテライトね、こういった形になっているみたいなんですけども、発表ね、ございましたんで、第一ターミナルね、よく使う方はですね、ぜひね、覚えておいてください。それでは次です。えー、ちょっとね、もう個別の動画をね、出すのやめましたけども、ANA の国内線のタイムセール、今開催されております。えー、5月の10日から5月の15、6日、えー、販売期間で、搭乗期間が7月の1日から9月の30日。かなり長期間ね、やっております。で、路線はですね、 え北海道、東北、北陸、関西、中国、中四国、九州、沖縄ということで、対象外期間はね、あの、お盆の時期はね、覗かれているわけなんですけども、まあ、それ以外の時期でですね、タイムセール開催されておりますのでえ、主要路線ね、こういった形で結構ね、安くなっておりますので、この期間ね、利用されたいっていう方は、チェックね、してみていただければなと思います。私もね、宮古島路線取ろうと思ってたんですけども、え寝落ちしてしまって、朝にはね、売り切れておりました。 それでは次にですね、2024年10月の28日から ANA がですね、成田パース運行再開をね、予定しているということで、もうね、あの、購入することがね、できるようになっております。こちらね、成田パース路線、ボーイング787。 ダッシュ9型機でね、運用されるみたいで、10月の28日からね、運行再開っていったがちになります。で、運行されるのは月、木、土、この3日間、週3便になるみたいなんですけれども、日本からね、オーストラリアのファースト路線ね、とうとう運行再開がね、10月の28日からね、利用することができるということで、もしね、狙ってた方はですね、特典航空券を含めてね、チェックね、してみていただければなと思います。 それでは次にですね、Zip Air なんですけども、シンガポール空港のラウンジサービス販売を開始ということで、今ね、Zip Air は空港ラウンジサービスをですね、有料で販売してるんですよね。こちらサッツプレミアラウンジなんですけども、Zip Air はシンガポール航空、チャンギ国際空港での出発時に利用できるサッツプレミアラウンジの販売を開始します。ラウンジで温かい食事やアルコールを含む各種飲み物をご用意しており、シャワールーム、トイレも完備しておりますということで、こちらね、 48シンガポールドルらしいですね。で、2歳以下の方は無料。 で、販売締め切りは登場時刻の24時間前まで。利用開始は2024年5月10日出発便からということで、もうね、購入することができるようになっております。で、このね、48シンガポールドルっていうのはね、だいたい今の価格で5,500円ぐらいになりますので、まあ結構高いですね。ラウンジランドね、出発の3時間前からしかね、こちら利用することができないみたいなんですけども、まあ食事、アルコール、シャワー、トイレね、無料 Wi-Fi もね、利用することができて、一応場所はここなのかな はい利用することができますのでラウンジでね出発前までゆっくりされたいっていう方はまあ5,500円で、ね、結構高いんでねまあちょっとあの有料で利用するっていうのはねなかなかあれですけどもえ利用されたい方はですねこちらもねいいのではないのかなと思います。 それでは次にですね、JAL プレミアムフライトキャンペーン2024、こちら来ております。ユニバーサルスタジオジャパン、JAL 貸切プレミアムナイト、合計2500名、5000名様に当たるということで、国内線にね、2回登場していただくと、こちらね、ユニバーサルのマニロエリア入れるやつと、JAL プレミアムナイトのパスですね、またユニバーサル、 プライム年間パスグランロイヤルがもらえたり、あとね、JAL 賞ということで JAL グループの国内線の往復券がね、もらえたりいたします。で、こちらのね、キャンペーンなんですけども、 対象期間が5月の7日から6月の30日で応募期間が JAL マイレージ番員の方は5月の7日から7月の14日そうじゃない方は13日から7月の14日で対象のお客様はキャンペーン対象路線対象、B、日にて対象うんちにて2回登場した方はこちらにね応募することができますですのでこの期間にね2回登場すればね応募できますので応募しないとね当たりませんので利用される予定のある方はねぜひ応募してくださいで対象路線は ジャルグループ国内線、全路線、ジェットスタージャパンとのコードシェアは対象外って言った形になります。で、対象運賃は JAL ルグループ国内線フライト周り積算対象の。 全運賃ということで、パッケージツアーなどに適用される個別包括旅行運賃、募集型企画旅行割引運賃を含むということで、こちらね、ツアーとかでもこちらね、利用することができて、国際線航空券の国内区間はね、対象外になりますので、これだけね、注意していただければなと思います。まあ、こちらはね、利用する予定のある方はですね、ぜひね、どれか当たるかもしれませんので、JAL でね、対象期間2回登場される方は、ぜひね、応募してみてください。 それでは次にエミレーツ航空はですね、ブルガリのサマーシーズンアメニティキットを掲載中ということで、ビジネスクラス、ファーストクラスに利用される方は今後ね、エミレーツ航空はブルガリをね、提供してくれるということで、すごいですね。このバッグだけでもね、すごい高そうですけれども、5月2日にですね、こちらね、発表がされておりまして、ファーストビジネスのお客様に夏のシーズン専用の ブルガリアアメニティキット新しいコレクションを提供します。選択したルートと長距離フライトの段階的に同様により新しい範囲はエミレーツの新しくアップグレードされた航空機のキャミンのインテリアを反映するように設計されたカラーパレットと世界的に認められたイタリアの高級ブランドブルガミの最新ベストセラーフレグランスを備えています。ということでえこちらね、めちゃくちゃ良さそうですね。これはちょっとね、エミレーツ航空ね、利用する機会のある方はぜひね、チェックしてください。それでは次にですね、ちょっとね、 不安なニュースがね、こちら Yahoo ニュースに書いてありまして、西武赤プリ跡地の施設売却へ、池袋本社ビル含めて全物件で検討ということで、西武ホールディングスは赤プリの名称で親しまれていた旧グランドプリスホテル赤坂跡地に建設した 施設東京ガーデンテラス清井町を2024年度中に売却すると発表した都内の記者会見で西山社長は東京池袋本社ビル、既存のホテル、西武鉄道沿線のマンションなどグループを所有する全物件が売却検討の対象となると説明したということでこちらね、行ったことある方わかると思うんですけれどもこちらね、今 この中にですね、上の方ホテルになってまして、えー、マリオットとね、プリンツホテルのダブルレームの、えー、東京清一町のね、ホテルがね、入ってるんですよね。これどうなるんですかね。今後、えー、変わってしまうのかどうなのかちょっとわかんないですけども、まあ西部ホールディングスはね、もう売る方向みたいですんでね。もしかしたらちょっとね、今後何か変更があるかもしれないですね。 それでは次です。ヒルトンホテルですね。こちらね、あの、トルコ限定のキャンペーンなんですけども、トルコでね、滞在すると2000ポイント、ボーナスポイントをもらえるキャンペーンが来ておりますので、トルコ行かれる機会のある方はぜひね、こちらログインしてエントリーね、しといてください。それでは次ですね、こちらね、非常に話題になって、一つの動画にするか非常に迷ったんですけども、こちらね、PR タイムズで報道されておりまして、マリオット・ボンモイがですね、KKR と新ホテルブランド、 4ポイントエクスプレスバイシェラトンを発表し、日本のミッドスケール、ホテルに市場に参入ということで、こちらね、私の動画でもかなり前、に去年の夏ぐらいだったと思いますけれども、この4ポイントバイシェラトンっていうホテルブランドありますよね。それとは別に、4ポイントバイエクスプレスバイシェラトンっていうのが、 あるんですよね。これが去年の8月頃に発表されて、多分世界のどこかでね、もう運行開始されてると思うんですけども、そのホテルがですね、日本にね、参入ということで、こちらですね、このね、日本のホテルグループであるユニゾホールディングの系列のホテルということで、こちらなんですよね。 知ってる方いらっしゃるかもしれないんですけども、ユニゾホテルっていうグループをですね、この4ポイント by シェラトンっていうのにですね、リブランドして今後ね、展開されていくということで、えー、日本にはですね、このユニゾグループのホテルが14件のホテルあって、えー、日本国内10都市に位置して観光地としてられる 函館、森岡、宇都宮、横浜、名古屋、金沢、京都、大阪、神戸、博多などに分布しています。海改装工事は2024年後半に完了し、新たに3600室超えの客室がマリオ展開するポートホールに関わる,加わる予定ですということで、まあ、このね、 4ポイントバイエクスプレスバイシェラトンにこれユニオングループのホテルがなって、こちらのね、場所で開業されるって言った味になるんですよね。まあこちらですね、なんで一つの動画にね、しなかったのかということで、まずこのホテルはですね、これマリオットの規約なんですけども、4ポイントエクスプレスっていうのが入ってますよね。 本来、マリオットっていうのは、1ドルに対して10ベースポイントがね、獲得することができますよね。ですので、ポイントがね、結構ザクザク溜まるわけなんですけれども、これで4ポイントエクスプレスバイシェラトンっていうのは、 1>, 1ドルに対して5ポイントしかね、まず獲得することができないんですよね。ですので、ポイント獲得もちょっと少ない。まあ他のホテルブランドでね。で、またね、一番重要なのはこちらで、やはりね、こういったビジネスホテルだとね、修行の聖地になるんじゃないかと。まあ私も最初そう思ってね、動画にしようか迷ったんですけれども、 こちらね、4ポイントバイエクスプレスバイシェラトンっていうのはですねえ、残念ながらですね、5滞在の場合え、1滞在ごとに対象となる2泊につきエリートナイトクレジット1泊獲得できますということで、こちらね、1泊泊まってもね、1宿泊実績もらえないんですよね。ですので、2泊で1宿泊実績っていう風になりますんで、非常に微妙ですよね。 で、こちらね、価格を調べるとね、安いホテルとか本当に5000円ぐらいでね、まあ、宿泊で、今現在ね、宿泊することができそうなんですけれども、とはいえね、2泊で1宿泊実績っていう風になりますんで、まあ普通にね、1泊1、あの、1宿泊実績獲得するのにね、まあ1万円ぐらいかかってきてしまいますので、まあ宿泊実績2倍キャンペーンとか来てね、もしこの、 4ポイントエクスプレスバイシェラトンがね、対象だったらね、夢広がるかなっていう感じなんですけども、まあ獲得ポイントも少ないし、2泊で1宿泊実績しかもらえないということで、まあ今回ね、一つの動画にはしなかったんですけども、一応ね、2024年の後半にね、完了して、えー、日本でね、展開するみたいですので、こちらね、マリオットアメックスをね、持っている方はぜひね、覚えておいていただければなと、 いやね、一、一泊でね、一宿泊実績もらえればね、めちゃくちゃいいんですけどね、選択肢が広がるという意味ではですね、いいのかなと思うんですけども、なんかマリオットのリブランドしたらね、値段上がりそうな気がするんで、まあちょっとね、気軽には泊まれない気がちょっとするんですけどね、まあちょっとこれは蓋を開けてみないとわかんないので、まぁ開業ね、ちょっと楽しみにしといておきたいところですかね。 はい。ということで、今回ですね、一週間のね、ニュースまとめてね、紹介させていただきました。いやね、本当にこの一週間ですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスね、本当に私もね、振り回されてしまった次第なんですけども、いや、本当にね、良くなって、悪くなって、また良くなって、今みたいなね、まあ感じで、まあちょっとね、こうどうなるかね、わからない部分はあるんですけども、ひとまず現時点ではですね、東京、 韓国とかね、関西、韓国で、ね、5000マイルで発見することができますので、まあリ、マイル持ってる方に関してはですね、ぜひね、早めに発見しといていただければなと思います。私もね、あの機会があったらね、ちょっと利用したいななんていうふうに思ってるんですけれども、まあ、5000マイルで韓国路線はね、すごいですよね。しかもネインスーチャージもかかりませんからね、ぜひね、 マイル持ってる方は予約ねしてみていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント。最近ね、LINE 公式アカウントで PP 診断、マイル診断、マイルクレーク診断、ポイントサイト診断ね、こちらから無料で利用することできますので、ぜひチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。